こんにちは、音Qです。 JR グループは2022年3月12日ダイヤ改正を行いました。昨日3月14日はダイヤ改正後の初めての平日になります。朝の通勤通学はいつもと違った方もいたのではないでしょうか。昔のダイヤ改正は月の始まり1日に実行することが多く、月や曜日は関係ありませんでした。そのため4月や10月の1日などが多く、 JR 東日本は12月1日改正が多かったんです。最近では4月から始まる社会活動がスムーズにいくよう3月中旬に行い、曜日も土曜日に行うことで最初の平日に余裕を持たせる配慮があります。今回の JR グループダイヤ改正を一言で表現しますと減便ダイヤです。久しぶりに通勤時間帯の列車も本数が減らされています。一向に収束する気配のないコロナの影響で利用客が減っているのが原因です。さて、減便ダイヤだけなら実害は少ないのですが、 JR グループは利用客減に伴い売上が大幅に減少していて経営難に陥っています。従来のダイヤ改正は列車のダイヤの修正や改配がメインでしたが、今回のダイヤ改正では営業面での改正も多く含まれており注目です。営業面の改正は今回 JR 東日本がほとんどで値上げばかりです。値上げの影響は直通をしている先の JR 北海道、西日本にも及んでいます。今後の値上げ予定を含め6つのカテゴリーに分け解説します。6つのカテゴリーは次のようになります。通勤定期券はその名の通り毎日の通勤に必要な乗車券になります。通勤定期券はおおむね通勤先の会社が必要な通勤費を支給してくれます。ですから値上げがあっても個人の出費は何ら増えませんね。この値上げは会社の経営に大きく影響することで経理は大変です。従業員をたくさん抱える企業は1人当たり100円ほどのアップでも、10万人働いていれば毎月1000万円通勤交通費だけで負担増になります。JR 東日本は具体的な時間帯は示していませんが、再ピーク時間帯を利用する通期定期利用者の定期券代を最大 2.5% 値上げしたいと言っています。2023年3月のダイヤ改正から実施するべく国交省と協議しています。この試みに国交省も前向きなため、この運賃は認可される可能性が大きいです。 JR の運賃や一部の料金は民間企業のように自由に決めることができません。すべて国交省に許可を取らないと変更することができないがゆえに、国交省との協議が必要になります。 JR 東日本は国交省に単純な値上げと思われたくなかったようで、オフピーク時間帯の定期券代を1割引きにすることも発表しています。そのため定期券で増収を見込んではいないと国交省にアピールしています。現在はオフピークの通勤にシフトしてもらうための取り組みとして、Suica通勤定期券を使う時差通勤でポイントが貯まるサービスを2021年3月から始めて、顧客の 5% がシフトしているがまだ足らないらしく、もっとシフトしてもらうため定期運賃を基本から見直す必要があるといいます。確かに鉄道会社にとっては通勤が均等にばらけてくれた方がいいんです。通勤に使う車両を朝だけのために大量に用意しなくて済むし、運転士や車掌の要員を朝だけに集中させずに済むから柔軟に対応ができるんです。日本の企業は他社で取り組んだ仕組みが問題ないと判断すると真似しますので、 JR 東日本が成功すると他の鉄道会社も追従して値上げをするでしょう。定期券は会社が出すから俺には関係ねえやと言ってるそこのあなた、 JR と並走している区間を利用で今まで JR 利用が OK だったものが今度は並行する私鉄の定期券代しか出なくなったりしますよ。企業だけの問題ではない人が出てくるかもしれませんね。今回のグリーン席、グランクラス席値上げは JR 東日本が主体です。そのため JR 西日本の値上げは北陸新幹線だけになります。 JR 西日本は北陸新幹線については直通する JR 東日本に影響されます。新幹線車両は N700A ではなく E7K ベースの W7K で準備しました。 N700A に水峠対応の諸設備を追加するより、対応が整っている E7K をベースに W7K を増備した方が経営的には効率がいいですね。ただ W7K の投入で弊害もあります。 JR 東海に怒られながらも W7K へグランクラスを設定しましたし、東京口で必要な12両に統一したため、自社線では供給オーバーな状態です。
今後大阪まで全線開業した折には、特急サンダーバードが走る区間の大阪、金沢、富山間は独自の新幹線車両を走らせるかもしれませんが、敦賀延伸開業時には現状の W7 系を増備して対応していくようです。最近 W14 編成が増備されました。グリーン料金、グランクラス料金の値上げですが、グランクラス料金はグリーン料金の値上げ分だけです。グランクラス料金のアップベースは今までと変わっておりません。アテンダントサービスなどがあるグランクラス料金 A、 距離に応じたグリーン料金に5240円プラス、グランクラス座席だけのサービス、グランクラス料金 B、 距離に応じたグリーン料金に3150円プラス。それではグリーン料金の値上げはどのようになっているか見ます。実は値上げといっても JR グループが使用する国鉄由来のグリーン料金に戻っただけなのです。JR 東日本は2002年12月1日に利用が低迷するグリーン席利用促進のためグリーン料金を3割程度値下げしました。在来線のグリーン席は 2&2 シートが多く、普通席の居住性が上がってきてグリーン席の価値が不透明な感じで、値引きなら妥当かなと思っていました。こちらがグリーン料金の改定前と改定後です。ダイヤ改正の3月12日に改定されました。JR 西日本の北陸新幹線も改定後のグリーン料金になっています。700キロまでの値上げが少し抑えられています。ただ、JR 由来のグリーン料金に300キロまでと700キロまではありません。700キロまでは改定後も少しお安くなっています。こちらの改定は JR 東日本と JR 九州で実施される日が異なります。 JR 東日本は3月12日ダイヤ改正からすでに実施されています。 JR 九州は4月1日から実施します。最初に JR 東日本を見てみましょう。山形新幹線と秋田新幹線に適用する特急料金が値上げされました。これが改定前と後の料金です。改定前の山形新幹線は自由席料金、秋田新幹線は特定特急料金でした。改定後は山形新幹線が全車指定席になりましたので、両新幹線の特定特急料金ということになります。特定特急料金は全車指定席の列車に乗車するときに席の指定が必要ない場合に発行される特急券で、空いている席に着席することも可能となっています。山形新幹線内または秋田新幹線内を利用する場合に限り発行されます。東北新幹線と直通する場合は指定席もしくはグリーン席のみ発行されます。改定前は A 特急料金から3割引き程度の料金で設定されていましたが、改定後は50キロまで同額、100キロまで70円引き、150キロまで280円引きで、列車のサービスが何か向上したわけではないですが、単純に値上げされました。それでは JR 九州の値上げを見ます。これが自由席特急料金の現行料金と4月1日改定の料金になります。私、えぐい値上げ幅で引きましたし、JR 九州が大丈夫か心配になりました。JR 九州は2011年3月12日、九州新幹線全線開通した時に、山陽新幹線との乗り継ぎ割引を廃止した見返りに特急料金を値下げしました。もともと JR 九州内は B 特急料金でしたから、さらに値段が下がりやすくなりました。今回 B 特急料金を通り越えて一気に A 特急料金に近い料金に値上げです。新幹線と在来線の乗り継ぎ割引は廃止されたまま今回復活していません。博多、門司港、下曽根間の25キロを超える特急券は80円増し600円です。 JR 東日本に倣い博多行橋間で完結する特急券を車内で購入すると200円増しとなる制度も始まります。在来線の特急料金は国交省に届き出れば済むとはいえ、やりすぎです。特急料金の値上げでさらなる利用客離れが起きないことを祈ります。今まで自由席を連結していた列車が全車指定席へ強制的になることは実質の値上げと言えるでしょう。それが毎日走る定期列車であればなおのことで、自由席で座れる閑散期まで指定席料金を払って乗車しなくてはならないから困ったものです。成田エクスプレスは運行開始時点から今日まで全車指定席です。
JR 九州の臨時観光特急も早くから全車指定席で運用されています。新幹線のぞみや関空を結ぶはるかなども設定当初は全車指定席でした。私鉄の特急は全車指定席が当然で、自由席のついている列車はごく一部です。 JR 東日本は新幹線での全車指定席は八戸 NC の時の早手で始まり、以後はやぶさ、小町、輝きと列車も増えていきました。輝きは JR 西日本の新幹線で唯一全車指定席です。もちろん JR 東日本と共同運行しているので自社線完結列車ではありません。そしてこの度東京山形新庄間を走る翼が全車指定席に加わりました。特急料金のところでお話をしましたが、特急料金も値上げされましたから、今までの自由席利用と比較すると、東京山形、東京新庄間でいずれも通常期で810円、再繁忙期は1210円余計に必要となります。 JR 西日本でもダイヤ改正から全車指定席の列車が誕生します。JR 東日本の成功を見ての増収策で、手始めに観光特急で設定します。黒潮、コウノトリ、木の先、橋立、舞鶴、浜風、この6種の特急が全車指定席です。橋立は京都丹後鉄道へ直通するため、指定席特急券が別途必要になり、JR で530円、京都丹後鉄道で250円、合計780円が余計に必要になります。そして JR 西日本の全車指定席列車は、指定席料金に繁忙期と閑散期が存在します。JR 東日本の全車指定席の列車は、新幹線と成田エクスプレスを除き、通年指定席特急料金は同額なのです。JR 東日本は指定席料金も新たな料金帯を設定しました。その名も再繁忙期という名の値上げです。取れるところから取るという新手の営業戦略を打ち出してきました。もともと特急の指定席料金は一部を除き530円が通常期の料金になります。そして毎年 JR グループで繁忙期と閑散期の日にちの設定を行います。基本の530円に繁忙期は200円増し、閑散期は200円引きというルールが国鉄で設定されて以来、今日まで毎年この3パターンで運用されてきました。ところが JR 東日本は今年4月1日より繁忙期の上を行く料金を設定します。その設定期間を再繁忙期と命名して、通常期に400円増しすることにしました。適用される列車は新幹線全列車と在来線では自由席が連結される列車で、指定席を利用する場合と成田エクスプレスです。ホテルなどでも繁忙期は料金が高くなりますので、指定席料金の繁忙期は理解できますが、再繁忙期ってどれだけこじつけた料金なんでしょうか。繁忙期だって約4割増しなんです。再繁忙期はほぼ倍ではないですか。どの列車も満席になる再繁忙期でかなりの増収が期待できますね。JR 東日本と絡む JR 北海道、西日本は新幹線だけ再繁忙期料金を適用します。また JR 東日本と絡まない新幹線内自社の乗車でも再繁忙期を適用します。 JR 北海道、西日本は親分に振り回され、付き合いでいろいろやらされかわいそうです。再繁忙期とは別に、 JR 北海道では快速エアポートの U シートと釧路湿原のろっこ号と倉野 PA のろっこ号の指定席料金を840円に改定します。観光列車の840円は賛成ですが、 U シートの値上げは吉と出るでしょうか。具体的に今改正から実行される5つの値上げを見てきました。 JR 東日本の値上げが目立ち、この会社の本質が見えてきました。よく言えば JR グループで最も株主寄りの戦略で利益を確保するため、あの手この手で値上げできそうなところを値上げして増収を目指す。悪く言えば税金が投入されている公共のインフラであることを忘れ、自分たちの経費削減や従業員不足に伴う各種対応を利用客に負担させ、利用客の多様性には対応をしない国鉄体質に戻った旧態以前の会社です。増収と目先の利益に走りすぎて大事なものを見失っていないだろうか。ここのところ JR 東日本に数多く残っていた530円の朝夕通勤ライナーが全て特急になり、全車指定席で料金が軒並み値上げとなりました。特急指定席料金は許可を取っているから新たに申請する必要はなく、種別を特急に変更するだけで簡単に値上げができてしまうから怖いです。
それも幾ばくかの改造をした E257系を投入して特急格上げ。今の JR 東日本は35年前の国鉄と全く同じやり方をしていると思います。新幹線開業で余剰となった特急車両を転廃して老朽化した急行を淘汰。大したスピードアップもないのに特急格上げで値上げをしたり、普通列車にも運用できる185系を新特急という苦しい種別で活用したり、そして安くて早い列車はことごとく廃止して特急に乗せる努力をしました。補足ですが、ゴールデンウィークの再繁忙期は4月27日から5月6日までで、 JR 東海と直通の特急しなのに再繁忙期の適用はありません。 JR 東日本内の乗車でも適用はしません。おそらく JR 東海にも再繁忙期の打診はしたと思うのですが、あの会社は断ったはずです。私が見る限り JR 東海は最も国鉄から継承されたルールを忠実に守る会社だからです。次は陸中華街に停まります。今回の動画はいかがだったでしょうか。 JR 東日本の値上げにもびっくりですが、 JR 九州の特急料金の値上げもびっくりなんです。動画の内容がよろしければグッドボタンもぜひよろしくお願いします。またコメントもいただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。